プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク耳です。耳です。失礼するから。やけそつけぞる。こんにちは、チョコモナカジャンボです。さあ、今回は、プロセカの動画撮っていきたいと思うんだけど、ちょっと待って、あのね、言いたいことがあって、あのね、4日ぐらいかな、あの、動画上げられなかったと思うんだけど、あのね、昨日実は、あの、動画出してて、ハニープレの動画をね、あの、出してたんですけど、あの、楽曲の方がですね、あの、ハニーワークスなんだけど、アニソンでなんか、日本がブロックされちゃってですね、なんか日本では聞けないんだけど外国人の人はあの動画開けますよ状態だったんですよね。なんでなんか日本人がさほとんど見てるじゃん俺の動画って。あ違うかな、外国人が9割仕方占めてるとかないよね。もうコメント欄なんかあわゆあわゆって何あわゆ I'm thank you and you なんかえ thank you andTell you a word. とりあえずね、日本人がね、一番ね、あの、見てる人が多いと思うんだけど、まあ、ほとんどの人が見れないよっていう状況だったんで、まあ、実質、昨日あげたんだけど、見れてない人が多いから、4日間ね、あの、動画、ね、出せてないことになってるわけなんですよ。もうそこに関してはほんと申し訳ないですね。でも今回、プロセカやるんで、皆さん、許してください。こんなヘラヘラしてたら誰も許してくれなさそうだな。さあ来ました。フライヤーということで、フライヤーでいいのかな?ちょっと間違ってたら申し訳ないです。けど、今回頑張って見ていきたいと思、頑張って見ていきたいと思います。どういうこと?まあ、とりあえずね、この曲ね、めちゃめちゃいいんですよね。今回の曲、もう全部いいんだけどさ。来た!いや、飛び立ては世界でめちゃめちゃ飛び立とうとすんだよ、小羽根ちゃんが。もう天まで行っちゃうんじゃないかってぐらいね。うん、それは言い過ぎだね、もう。それはさすがに言い過ぎなんだけど、いやマジでねメロディーが最高なのよ。ビビバスっぽいメロビビバスっぽいメロディーって意味わかんないけどすごい合うんですよね曲と。でねこの曲ねなんとですねあのグッバイ宣言を作った人が作ってるらしいんで、もうノリノリですよ。めちゃめちゃノリノリですよね。本当にめちゃめちゃ好きですこの曲。最初あんまハマんなかったんだけど2回目聴いた時最高だった本当に。いや小羽根ちゃん最強。いや、ビビバスの中で一番小羽根ちゃん好きなんですよ。やばい、何今の、何今の。これ、これ、これ、これ。いや、良くないあれ。なんか、指さすのめっちゃ良くないあれ、小羽根ちゃん推しだったら最高なんじゃないかな。結構ね、なんかね、難しいんだよね。割と、この曲。これ、あ、今のとこミスっちゃったんだよ。なんでミスったんだろうな、俺。よくわかんない。あ、上昇気流でなんか上がって。めちゃめちゃ近くないこの、カメラアングルがさ、何デン君の今の動きちょっと面白かったんだけど、でんぐり返しみたいな感じで、めちゃめちゃ可愛かったね。来た!ここね、いや、盛り上がるんすよ、ここで。最高じゃない?やば、このカメラアングルやばくない?本当に。結構ミスりそうになるんだけど、あんちゃんも最高。マジでさ、ダンス上手くない?みんな。俺こんな踊れる気しないんだけど、好き好き星人しか俺踊れないから、ごめんね。好き好き星人しか踊れない。やばい、近っ!やばくない?近くない?世界へてれんちゃんちゃんちゃ、あ、俺が歌ったらみんな怒るやつだ。ちゃんちゃんちゃらん、ちゃんちゃらん、ちゃんちゃん、でも歌うっていうね。とりあえず、あ、ここがね、ちょっとね、いやらしいんだよね。この後、この後みんなしてるって、これ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 、これ苦手な人多そうだよね。俺もね、なんか、目が悪いのに余計目悪くなるわとか思いつつやりましたね、これ。で、結構さ、これ、あ、やばい、これ、何、お金ポーズ、お金欲しいの?お金欲しいのって意味わかんないね。はい、とりあえず見ていきました。さあライブクリアということで、どうだったんでしょうか。見ていきましょう。なんとですね、グレートが3のミス1でした。いやマジやばくないこれ。え、精度めちゃめちゃ良くなかった。今回初見プレイだよこれ。え、待って、なんかルカちゃんさ全然さ、え、1ミリも動かないんだけど、ちょっと見てみんな、ルカちゃん、え、1ミリもルカちゃん動かなくない?だるまさんが転んだやったら絶対これ1位になれるって。